おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、というわけで新しいデータになりました。前回はですね、このように、なんとリュウタに勝ちましてめっちゃ回避できるっていうのは本当にすごいんだね。うわ、すっげえやったかった。おい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 、ヒナに負けましたあれ嘘でしょ、あれ嘘でしょ。大丈夫です。ちょ、どういうことなのあれ。どういうことなんですかね、よくわかりませんね。あれはやってますよ。やってんのか、あれは。というわけでね、今日からね、またストーリー進めていきます。早速大会行ってみよう。さあ、来ましたよ。戦い選手、殺し合いセンターね。今回からまたね、大会をやるわけですよ。フレッシュマン大会から行きましょうよ。まずはね、全部ね、もうこの2つ、総なめにしていきたいと思います。総なめってすごい言い方してんな。じゃあ、早速、まずは魔物使い。もうね、実況者の中でね、魔物使いがやる人はほとんどいないし、魔物使いめっちゃ難しいって言ってる。いや、そんなことはない。証明します。任せろ。今日も魔物使いだ。さあ、来た。ドラゴンクエストモンスターバトルメイクドリーを、これほんと欲しいな。この演出さ、すごくない？このムービー演出。いや、これはテンション上がるわ。いつ見ても。でもさ、敵のキングセブンいいじゃん。誰もキングセブン使わなかったんだよな。一人ぐらいガッタモンスター使ってなかったのに。いいね。来ました。レディー&ジェントルメン、バトルラフォームファンドリーさん、大変長らくお待たせいたしました。最強魔物使い決定戦。魔物使いは大変なんだ。確かにな。下積みが長いからね。さあ、モリーが来ました。腕組んでるな。ようこそ戦いの聖地へ。ついに最強の魔物使いを決める時が来た。魔物使いって言うとなんか悲しくなって聞こえてくるな。再生どうぞ、勇気の力を振り絞る。ね。ひなちゃん、今回は負けない。悪いけど、今回は負けない。まあまあ、元から魔物使いだから。おう、出たな、ブーやん。僕もインタビューしてみた。こんにちは、ひなちゃん。さあ、ひなとブーやん、二人いるからね。悪魔系って言ってもだよ。ひなはスライム系じゃないもん。なんか横のさまよう鎧とか。変なやつしかいなかったじゃん。さあ、来たか、一回戦だ。まずはここ、スパッと超えないとな。大丈夫。サイコロンとシールこそが怖いけど、マネマネっていうね、捨て枠がいいから。では、行きます。スライム、スカルナイダー、スライムナイトでございます。まあね、序盤で手に入る中でね、草原盛りの相性を含めて、かつ、低レベルから使えるようなものはこれしかありません。私にとってこれぐらいかなと。はい、まあ前回なんかドラキーとシールこそだったっけいやでも結局のところ、まあね、この草原森って相性はめちゃくちゃ強いからね、HP が240上がったり、回避率が上がるっていうのはもうね、弱いわけがないんですよ、個性的に。で、低レベルのうちにね、この称号でできるスライム使いとかで、ね、使えるモンスターを含めつつ、スカルライダーダブルスキャンしております。で、ダブルスキャンで攻撃が上がるダブルスキャンしてるんで、まあ弱くはないかなって感じですね。はい。まあ、とにかく素早さがめっちゃ速いんで、競り合いで負けることはない。はい、ダメ。はい、ダメ。はい、ダメ。君ダメ。さあ、行ってみよう。ほい、あかん。シールド小僧とサイコロにジャンプ切りが行ってしまうともう全然打点出ねえな。さあ、これ魔物使いってね、あと一番怖いのは敵の有機補正だよな。敵の有機補正が優秀だから、その分、向こうの有機は溜まりやすくて、最悪3ターン目の終わりには打たれちゃう。っていうとこあるからね。お、いいね。スラリンだいぶ受けんな。まあ、みんな回避率そこそこあるんで、多分スカルもね、だいぶあるし、ピエールが一番低いかなっていうぐらい。オッケー、いいね、ラッキーラッキー。それはナイス。スカルンやってくれた。いいよ、スカルン。おい、マゴマゴ効かない。これもラッキー。ここでダメージ系がギガスラッシュがありません。これでいきます。これが課金の力。ミスタレ、課金の力。行くぜ、セティア。また出てきた。はい。はい、よいしょ。あー、でも混乱にはならない。たまに混乱なんだけどね。さすがにメダパニーマホの信用性はない。お、いいね。マゴマゴを避けるってどういうこと？スラリーの回避率がすごい。いけ。はい、会心出していこうぜ。はい、よいしょ。いいね。いいよ、いいよ。いいよ、スラリー。大丈夫、ビビリギリ。これは怖いけど。怖いよ。怖いけど大丈夫。競り合い的には大丈夫。だいぶ勝ってる。サイコロンとか超、なんか、
意外とこの1回戦のチームガチだな。サイコロンとかシールドとキャラ的に見れば強いやついっぱいいるじゃん。キャラ的に見ればね。灼熱切り勝ちよ。嘘。あーでもマネマネなら削り切れる。うん、はい、よいしょ、オッケー。まあ、力50上げてやっからね。よし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 、順調。さあ何が来るかな。2回戦はウォースト、ラインの数値はいたずらモグラか。そうか。さあ攻撃技がね多くなりました。ちょっとひっくり返って、この力ためからの痛恨が出たらもうやばいかもしんねえな。怖いのは力ためです、いたずらモグラので。ラインのソルジャーとかいたずらモグラが痛恨出したら、まあ気合補正も入ってとんでもないダメージが出てしまうんで、それが怖いところですけど、もうこれは祈るしかありません。正味これ呪文の方が、呪文で攻撃したいんだけどさ、あの序盤で手に入るね呪文モンスターが本当いないからさ。あでもゴーストとか使えば分かったか。こっちがゴーストは確か序盤に手に入るからね。そうゴースト持ってるもん、なんだったら使えば分かったな。いくぜー、よっしゃ。狙い目はゴースト、打撃耐性がなくって回避率がね、あの 8% ぐらいのゴーストが狙い目ですね。あっ、オッケー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 。昔はゴーストねもっと回避率が高かったんだけどね。ロム編のそう昔ね、すごいゴーストピクシーってすごい回避率も高くて、はい、オッケー、強いモンスターだったんだけどね。あの一回ロム編が入って補正が入って、その一番よく使われるピクシーゴーストあたりが弱体化したんだよね。そうこいつは実は弱体化してるんですよ。ミニモンのくせに弱体化してるんですよ。おいおいおい、まあまあまあね。そうそれがあったから、あの回避率がね 8% ぐらいに下がっちゃったんですよね。それまではめっちゃゴースト強かった、めっちゃ動けるモンスターだったんだけどね。ここでまあドラゴンフォークのキス同じです、やることは一緒です。ナイススカルン、てか今日スカルン調子よくない？灼熱で超関心出てんじゃんお前。オッケーオッケー、普通に行って、はい、オッケー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 。ライノソルジャーがね混乱してるのでかい。力ための次のターンですね。何しとん何しとんシュン何しとるかお前は。スカルンスラストライクを、はいはいはい、会心出していこうぜ。はい、よいしょー、オッケーオッケー、めっちゃスピード突破。さあ親が帰ってきてるが、このままやるか。よし、2回戦も突破したし、準決勝だよ。とにかく準決勝とりあえず突破したい。そうすれば最悪決勝で負けても何ともなりませんだから。さあ準決勝スパッと勝ちたい。ここが一番の山場です。なんだっけ、大目玉とかいんの覚えてるわ。そうそう、このさ大目玉、これが問題。なんかね、ボストロールとかゴーレムで固めてた人には大手目玉のアストロに先制されるっていうのをめっちゃ見てたわ。まあ俺はそんなことないね。まあね、ボストロールとかゴーレム序盤の方に打ってて、まあ印象強いなって人は多いと思うんですけど、まああのね遅いせいでアストロンされて攻撃通んないよっていうのはよく見てた結果なんで、まあそれをね私ね、まあ綺麗にスルーしておりますね。俺そういうモンスター使わねえからな、裏目に出てんな。さあこのパーティーでガンガン使っていくぜ。はい、ジャンプ切り、大目玉、オッケー、ラッキーラッキーむしろ大目玉を先制するね。まあスライム使いのね能力がね素早さを、おいおいあでもいいね、これでガーゴイの滑空好きとか外れたらアドよ、かなりの。いくぞ灼熱切り、狙いは分かってんね、スカルン、スカルン狙い分かってんな。オッケー、いいよ、すごい、大目玉に全員戦死したからね。で、アストロの勝負も、はい、無駄ー。こういうことですよ。大目玉で早ければいいんで、要は。要は、大目玉で早ければ、どうってことないんで。まあ、素が96だからね。モンスターマスターとか戦士でギリ、まあ、いけるって感じかな。でも、その2つだったら本当に強いからね、大目玉。スカウト攻略使う、本当に強い。うん。まあ、バギマしちゃったけどね、君は。さすが、わかってるな。うー大丈夫、いける。ここで撃っちゃおう。おっと、あ、グアツ、これなんだっけ、水の意味だっけ。フローラ2ターン目に来た。うわ、脇、フローラ。脇見せて微笑んでくれるんだけど、何このフローラ、かわいい。こちらも行きます。お色気ならこっちも負けません。行くぜ。あ、一応、またこれかよ。はい、OK! それはでかい。大目玉が止まるのはでかい。マジででかいぞ。あー、まあデスサイズ、まあデスサイズの方がいいね。ソウルギターだと逆に追加攻撃めっちゃ食らうからね。それはラッキー。はい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 。まあここで食らうは仕方ない。
大目玉アストロンで止まらないのでかいよ。はい、ミラクルフラッシュが決まった。オッケー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 。ミラクル、おーしよ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 し。これで滑空好きで外して、あとね。お、終わるんじゃないってか。終わっちゃうよ。はい、終わっちゃう。破竹の快進撃ってこういうことかな。さあ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 、かなり早かったな。いや、決勝来たよ。あっ、うぶぎがるわ。ブーヤンすごい勢いでやられてったな。ねえ、素晴らしいモンスターチームですよね。はい、決勝戦ね、ヒナだよ。確かお前覚えてんぞ。確かお前ダンビラムーチョとか言ってなかったっけ。ああ、決勝戦まで来たね。もうヒナ、雪辱戦を晴らすぞ。あの時の雪辱を俺晴らす。ヒナ行くぞ。同じ魔物使いとしてね、負けるわけにはいかねえんだよ。行くぞ。そう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 。だからさ、あの、2匹人形、1匹スライムは違うからね。大丈夫。ダンビラムーチョが相当のデコイだ、これ。ダンビラムーチョを狙えばいい。むしろ俺のチームの方がスライムしてんな。スライム好きって言って、むしろ俺らのチームの方がスライムしてんじゃねえかよ。向こう1匹で、こっち2匹だぞ。こっちの方がよっぽどスライムしてるわ。でも、HP 的には互角か。いや、これ全然わかんないな。でも、ダンビラムーチョがね、比較的打撃吸いやすいし、打撃にまあちょっと弱い感じあるから、スライムより多分ダンビラムーチョ狙うと思うけどな、賢ければ。あん、あん、ここで食らうの。さあ、行ってみよう。さあ、こっちも後取ってこう、スライムに行ったー！危ねえな、こいつ。スライムに行くんか、ダンビラムーチョに行ってほしいんだけど。おいおいおい、会心出すかー？はいよーね！会心出してよ。いやー、これきついね。待って、これ結構きついパターン入ってるぞ。大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。バイキルトした、向こうが。いやー、ベルのより先にダンビラ動いちゃったかな。ダンビラ意外と早いんだよ、なんで。はい。オッケー！よかったね。いいよいいよ。当てるだけででかい。しっかり当てていこう。あー、大回転か。バイキルト上がった攻撃力をそのまま使ってきたぞ。おいね！ナイスよ、オッケー。それはナイスよ、オッケー。ここで行くか。ここできます。バイキルトした攻撃力を無力化できたらでかいよ。2対2。さあ、ここも消していきます。はい、チュッ。さあ、どうだ。よし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 、いいぞ。一番の脅威はスライムだからね。むしろバイキルトから上がった攻撃力でさ、スライスライクをかまされるのが一番怖いからね。 OK 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 OK。 だいぶアドよ。開けろ。よし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 。あんま意味ないけど。よし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 。これで向こうの勇気もたまり悪いし、大丈夫大丈夫、かなり宿取った。もう爆アドよ。よし、しっかりです。ダンビラ、ダンビラ狙え。ダンビラいいよ。ダンビラ狙うのが一番いい。よし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 、いいよ。ここはまあ仕方ない。いやー、もうバイキルとかの嫌切りか。でも基本的にはね、バイキルとしたら痛恨出ないんだよ。バイキルとしたら痛恨出ません。大丈夫です。多分。よいしょ、おおおおお。運が向いたな、これは。これは、詰めろ。詰めれば、詰めれば勝てる。あとはもう詰めるだけですよ。突撃の方が良かったか？これ、星うる腕やだよね。怖いな。なんか、こっからさ、大逆転されたら俺どうしよう。星うる腕やだよな、こいつやってくんの。いや、でも大丈夫なはずだ。さすがに大丈夫だ。この一旦で1400は無理だ。あー、ミラクルフラッシュ？いや、ミラクルフラッシュ、しようが特技だ。俺らはみんな。大丈夫だ。ボディーブル怖いね。それめっちゃ怖いな。あー、避けない。まあ、ここ食らう。よし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 、行動不能にならない。オッケーオッケー、いいよ。よし、大丈夫だ。居合切りで、たとえここで痛恨が出ようが、あと3体で詰めれるぞ。スカルンか。うん、ない、やっぱりね。いや、会心と痛恨の応酬だね。行くぞ、返せ。こっから返すぞ。おいおい、ちょっとダンビラムーチョ受け取ったこいつ。いける、当てろ。よっ、あー、ミラクルフラッシュ勝ちだったのに。ミラクルフラッシュ勝ちだったな。ダメージ的にどうやったかも分かるんだ。よいしょ、当たった。さすがにいけたか。よかった、いい勝負でした。
イエーイ。いやー、よかったよかった。一発でいけたのはやっぱね、やっぱいいな。一発でいけてよかった。マモツヤなんかグダるかな。マモツヤで結構グダる人は多いからさ。いや、よくいけたいけた。かわいいな、ヒナ、この人かわいいな。ちょっと俺と今日夜会おうね。いやー、見応えのバトルになりましたね。会心と痛恨の応酬でしたね。いや、普通にいい勝負だった。うん、なんかやってるなーって感じじゃなかったからよかった。きた、魔物使い決定戦優勝カード。まあ、何の意味があるんだこれ。あ、稲妻の剣か。これ使うときめっちゃ使うからね。これはありがてえ。そうか、いいな。よっしゃ。あー、もう、まあ、あと何レベル上げないのこれ。あとなんか65ぐらい上げなあかんのか。遠いなー。はーい、じゃあ同じく次の大会でお会いしましょう。お疲れです。